自分にはもう一人 M さんという悪友がいますこの M さんは楽しむために問題ありの原付きを軽トラで引き受けに行く物好きですまあそのことはいいのですがこの動画は自分への反省を込めて制作しています バイクのメンテナンスや工具の使い方は生まれ故郷で K さんに教えてもらいました正直に言うと教えてもらったのではなく K さんの仕事を手伝うことによって見せてもらったのです小学生の頃から K さんの仕事場に入り浸っていました 自分では機械の扱いを教えてもらっているという感覚はありませんでしたが手伝うということは最高の学びの場だったのでしたそして同僚でもあり悪友でもある M さんと問題のあるヤマハのボックスという原チャリを軽トラで引き取りに行きましたエンジンはかかるもののオーバーヒートランプがついてると M さん そこで冷却水を確認するとなんと空っぽこれではエンジンは空冷状態ですヤマハのこのエンジンはウォーターポンプに不具合が多いという情報は M さんが Web で簡単に見つけてきましたそこでウォーターポンプの構成部品を一式取り寄せて交換ということになりましたついでにエンジンオイルも交換します 整備マニュアルもパーツリストもありませんが、まあこれぐらいならばできるでしょう。ウォーターポンプを交換して冷却水の代わりに水を入れました。とりあえず水漏れはなさそうです。そこでエンジンをかけてみましたがかかりません。プラグに火花が飛んでいません。M さんはこのバイクに乗ってきたのにです。もうわけがわかりませんでした。 このバイクはゲンチャリとは言うもののフォーストロークエンジンのインジェクションです。関係ありそうなメインのハーネスはカウルがひっくり返ってはいますが決戦しています。ですがプラグには火花が飛びません。メーター内のエンジン警告灯がついたり消えたりしています。接触が悪いのかななんて思っていました。ここで日が陰り作業は中断です。よく調べると エンジン警告灯は転倒によってエラーコードを教えてくれているのでした接触が悪いのかなと思っていたのはエラーコードの転倒だったのですインジェクションなので小さいながらもコンピューター制御を受けているってことですキャブとは違うのですそしてさまざまなセンサーの中には傾斜センサーというものがあり バイクが点灯していればエンジンをかけさせてくれないというものでした日を改めてシートカウルをシートレールに置きますバッテリーなどすべてを決戦してセルを回します何事もなかったようにエンジンは始動しましたここで自分への戒めはインジェクセンはコンピューター制御センサーには傾斜センサーがあるという 今ととななっては当たり前のことなのこでしょうタブレターからインジェクションへそしてコンピューターとセンサーを使ったエンジンマネージメントへと自分の頭も時代に合わせなきゃいけないってことです。